パリ・サクレー大学はフランスの大学。旧パリ大学の一つであるパリ第四大学を前身とする。これまでに2人のノーベル賞受賞者と12人のフィールズ賞受賞者を輩出している。パリ・サクレー計画の一環として研究に特化した教育を行う研究大学であり、世界をリードする複数の研究施設を有する。学部、修士課程 博士課程の包括的で多様な学位を提供しており、その優れた研究成果とアカデミックスタッフの献身的な取り組みにより、国際的に有名です。大学を構成する学部、研究所、構成機関のすべてが、科学、工学、生命科学、健康、社会科学、人文科学の分野で最先端の専門コースを提供し、カリキュラムに貢献しています。 パリー・サクレー大学は、フランス代替エネルギー、原子力委員会、フランス国立科学研究センター、フランス高等科学研究所、フランス国立農業、食品、環境研究所、国立デジタル科学技術研究所、フランス国立保健医療研究所、フランス航空宇宙研究所と275の研究室を共有しています。パリー・サクレー大学は、 現在、フランスの研究ポテンシャルの13%を占めています。パリの南に位置し、パリ、オルセイ、エブリ、ベルサイユにまたがる広大な敷地を持つパリサクレー大学は地理的にも社会経済的にも戦略的な位置にあり、その国際的な知名度によって強化されています。パリサクレー大学はパリ近郊の自然保護区に位置し、 ダイナミックな経済拠点の中心にあります。4万8000人の学生、9000人の研究者と講師、そして1万1000人の技術、事務スタッフを要するパリサクレー大学は地域の発展の原動力であり、フランスを代表する教育機関の一つです。2021年の世界大学学術ランキングにおいて世界第13位とされた。 2021年のユープ世界大学ランキングにおいて世界第9位とされた。2022年の QS 世界大学ランキングにおいて世界第86位とされた。特に数学分野に強く世界大学学術ランキングにおいて世界第9位、ヨーロッパ第1位とされた。ありがとうございます。